FM21 では皆様に喜んでいただける番組制作に努力を続けています。どうぞご意見ご希望ご感想などがございましたら、いつでもお気軽に FM21 の電話 876-0021 またはファックスナンバー 877-1118 にご連絡ください。お待ちしています。 FM21 の周波数は 76.8MHz 浦添市前田丸産業ビル7階スタジオからお送りしています。今日も FM21 の放送を聞いてくださってありがとうございます。はい、皆様こんばんは、今日は6月の25日木曜日、今週もやってまいりました、ワンヌウムイの時間です。この番組はすべての子どもたちに笑顔を届けたい、子どもに笑顔を送る会ありがとう、浦添市ぐすくま通りにあります特定非営利活動法人テダコ、そしてお菓子の部門クッキングテダコ、そしてタクシーのパーツとデジタル無線機のことならすべてお任せの沖縄タクシーマート、以上各社を応援いたしております。さて、今夜のメインパーソナリティ、はい、本当に久しぶりによみがえりました、私ボギーテドコンと、HK ファンクラブ会員番号001のタカさんでございます。こんばんは。はい、こんばんは。はい、タカさんも今日も本当にね暑い中、はい、収録なんですよね。まあそうですね、まあ、もともとは私たち番組生放送だったんですけどね、はい、まあ、局の方でいろいろ改編とかもありまして、はい、まあ、前の週のね、はい、運用日に、まあ、録音をしてるということでございまして、まあ、少し情報的にはずれることもありますけど、はい、でもコアな情報を今日もお届けしていきたいと思っております。本日のワンヌウムイ、なかなかメディアが報道しない真相までまたズバズバ切り込みまして、皆さんと共にこの沖縄をね、どのようにしていくか変えていくかを考えたいと思います。では、本日も50分よろしくお願い申し上げます。よろしくお願いします。はい、皆様改めまして、こんばんは、当番組の、メインパーソナリティ私ボギーテドコンでございます。まあこの番組も本当に長くタカさん続いておりまして、はい、通算18年、はい、はい、始まって18年、18年ですよ皆さん。かなりね長寿番組のうちに入るかなっていうふうに思うんですけどね。まあその間も、何でもねやっぱり好き勝手に喋っていいっていうわけではございませんで、はい、まあ当然のことながら私ずけずけ言いますんで、はい、局の会長にね、はい、かなり怒られたりとか、はい、お叱りを受けたりとか誓約書書かされたりとか、まあ、そういったこともしながらずっと、まあ、番組を続けておりますが、まあ、これ番組聞いてる方々が判断することですけど、結構自分たち口に蓋しないですよね。そうですね、ずけずけ喋ってますからね、うん、ただやっぱりこのラジオっていうのは地上波なんで、はい、公共の電波を使ってる以上やはり公序良俗に反する言葉とかね、はい、あと個人名を挙げての誹謗中傷っていうのはやっぱりやっちゃいけないっていうやっぱり最低限のルールっていうのはあるんですよね、はい、まあ、それをやっぱり守りきれないと、まあ、番組が継続できなくなってしまうっていうのはこれ、まあ、当然のことでございまして、まあ、それをね私たちはやっぱり逐一、注意されながら、どん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 改善をして、その結果として、まあ、この FM21 ではかなりの長寿番組になってるということでね、はい、現在ではなんと沖縄のねいわゆる保守系のキャラクターとしてかなり名を売り始めてきた HK 仮面さんとかね、はい、彼もね
結構こういったの保守活動っていうのは真面目な人が多いんですけど、彼はちょっとやっぱりちょっと高さん違いますよね。違います。まあ真面目であることは真面目なんですけども、なんかちょっと抜けてるところがあるっていうか、楽しませてくれるからいいんですよね。だから私思うんですけど、こういったやっぱりあの保守活動とか、国を愛する活動っていうのは、あの PTA 活動と似たようなところがあるんですよね、はい、やはりあの見返りをね、基本的にもやっぱり求めていないと、求めていないんだが、その参加して活動することそのものがやっぱり楽しくないといけないというふうに私は思ってるんですよね、はい、実は自分はあの、この PTA 活動、まあ、自分13年やったんですよ。でこの13年やった最初の年が、まあ、上の子の小学校の、入学式で、その体育館にね、オリエンテーションで残って、その中であの誰もこのクラスの役員を引き受けないんで、もう我慢ができずについつい自分がやりますって手挙げてしまったのが PTA 活動の始まりでありまして、まあ、その時初めてね、初めてあのね参加した PTA の初年度がなんとあの学年長になってしまってですね、1年生の学年長で、次の年があの右も左も全然わからんのに、あの総務部長になってしまってですね、確か小学校5年生ぐらいの時に、PTA の副会長になりまして、それから中学校の時までずっと副会長をまあ、勤めていたんですけど、高校に入ってから、まあ、PTA もねもう終わりっていう時にあの会長になりました、はい、あの思いっきりね当時楽しくやろうよっていうことでいろんなことをやったんですけどね、まあ、私が PTA 会長をしてた高校は、沖縄県立、那覇西高校という、高校なんですけど、結構スポーツも有名、そしてあの特進クラスもあってですね、はい、勉強も熱心な学校、そして何よりも、沖縄一校則が厳しいという堅物な学校だったんですよ。で毎日入り口で先生方がね、あの生徒のスカートをチェックして、ちょっとでも長いと指導室送りになっちゃったり、それどころか放課後近く の, あのショッピングモールがあるんですけど、そこで先生たちがパトロールをしてですね、そこであの生徒があのトイレとかでスカートをあの短くしたりとか、あと変な洋服つけて出てきたりとかすると、そのまんまとっ捕まえて指導とかね、はい、まあ、そんなの非常に厳しい学校だったもんですから、もう本当に生徒たちも、まあ、息を詰まる思いをねしながら、まあ、3年間頑張ってきたな、まあ、そんな中で私はあの PTA 会長として、このように頑張った生徒たちにやはり親としてね何かサプライズしてあげたいなっていうふうに思ったんですよ。でこの那覇西高校っていうのは今までずっとねあの普通の卒業式やってきたんですよね。そんな中で、自分が PTA 会長の時に初めてですよ高さん、はい、なんとコンサートをやろうっていうことになったんです。それもあの生徒にはもう完全に隠し通してですね、あのコンサートをやろうと、まあ、当時あの非常に人気のあった、沖縄の、アーティストの D51 さん、はい、ノーモアクライとかですごい有名な、ね、あのアーティストなんですけど、そこに話を持っていったら、まあ、生徒たちの思い出になるんだったらっていうことで引き受けてもらってですね、でこれもう生徒はもう知ってるのは役員の2人だけ、はい、あと先生方も知ってるけど、みんなだんまりして、卒業生そして1年生2年生誰も知らないまんま卒業式迎えたんですよね、はい、でまあ普通の卒業式が粛々と進んでですね、まあ見た目は、まあ、これでも終わるんだろうなっていうような時に、私があの大の、ね、この舞台に進み出まして、みんな本当に沖縄一厳しい校則の中でよく
頑張ってくれましたと。今日はそのね、親、私たち保護者から皆さんにサプライズがありますと、ぜひ楽しんでくださいっていうことで、 D51 の皆さんですどうぞっつって幕が開いたんですよ。するとね、最初みんなわけが分からなかったんですけど、演奏が始まった途端、本物だって分かった瞬間に、この体育館が揺れるぐらい、うわーっていうあのどよめきが広がって、これはあの卒業生のみならず、あの2年生1年生そして、臨席されていました保護者の方々も誰も知らない、はいはい、本当に知ってるのは PTA の役員のみということで、みんなね、あのフグのように口が固かったんですよ、はい、誰も生徒に、自分の娘とか息子にすら喋らないで、だんまりを貫き通して、結果的にまあサプライズとしては大成功したんですよね、はい、で特にこの3年生、もうこれでね、あの3年間一緒に頑張ってきた仲間たちと離れ離れになって、中にはね、大学に行ったり就職したり専門学校行ったり、あと県外に行ったり、もうほとんどみんなバラバラになる最後の日なんですよね。その時に目の前で、まあ、自分たちがあのすごいね、中学生高校生の時に、絶頂のあったあのこの D51 さんが目の前にいて、コンサート生演奏してくれるわけですから、それはタカさんやっぱり嬉しいですよね。そうですね、もうね、最初はもう並んでいたんですけど、はい、もう後半からはもうね、全然並ばないで、もうこのステージのそばに来て、もう泣きながらみんなで D51 さんと一緒に歌ったり踊ったりしてね、我々もそれを見て本当にまあ目頭が熱くなったんですけどね、まあ、これがあの那覇西高校のまあ幻の卒業式と言われておりまして、それ以降このコンサートは一度も行われていないということなんですけど、やっぱり高さん、あの校則が厳しくてね、はい、毎日勉強と部活で救急してた若者たちが最後の最後の日で、自分たちの青春時代に聴いていたアーティストが目の前で生演奏してくれるって嬉しいですよね。そうですね、そんな学校めったにないと思いますよね、はい、だから当時すごい周辺の学校でも、はい、那覇西高校 D51 呼んだってよっていうことですごい評判になったんですよ。しかしね、タカさん、はい、このコンサート、実は生徒たちには大人気だったんですけど、はい、先生方にはもう大不評だったんですよね私はあのコンサート、まあ、この卒業式が終わった後に、まあ、先生方に散々に文句言われました、正直言ってね、はい、なんて言われたか、まず一つ目、会長があんなコンサートなんかをするから生徒たちが興奮して花道を並んで歩かなかったと。さあ、タカさんどう思いますでもそれによって事故とか起こったわけではないですよね、なんか言いがかりっていうか、ひがみっていうか、何ですかね、そういった先生いるんですかね。いるんですよ、はい、2つ目すごいですよ。これも会長がこういうコンサートなんかをするから、あの時間が大幅にずれてしまって弁当を食う時間がなかったとどうします、タカさん。弁当ですか、あの昼の弁当ですね、まあ、ある会社ではあの昼を食べさせてもらえないぐらい毎日のように忙しいっていうところはあるんですけども、まあ、そこの社員の人とかどうするんですかねはい、そして、3つ目ですね、はい、卒業式は生徒だけのものではない、我々のものであると、勝手なことすんなと。はい、これについては。でも先生方もその卒業式には出られたわけですよね、じゃあ先生方も卒業式出られたわけですから、別に誰のものっていうふうに言わなくてもいいんじゃないかなって、はい、思うんですけど。私はそれ言われた時にすぐ言い返しました、あなた方は毎年の行事かもしれないけど、今回の卒業生にとっては一生に一度の瞬間ですよと、はい、したら何も言わなくなったんですよね、はい、
そして、4番目、もうこれがね本当に笑っちゃう。会長がコンサートをするから私のところに誰一人として挨拶に来なかったと。いや、自分も高校卒業式の時に先生方に挨拶に行ったっていうことなかったんですけども、何も言われませんでしたよ、文句らしいことは。いや、これってタカさんちょっとおかしいですよね。そうですね、これやはり私は本当に、ね、生徒に慕われてる先生であれば、はい、もうねどんな困難があっても先生のところに挨拶来たと思いますよ、はい、それって私がコンサートをぶち上げたせいなんですかね。そうなんですか、卒業式の後って、まあ、各教室に戻ってなんかショートホームルームとかやらないんですかね。そうですね、僕の高校ではやったんですけども、はい、まあ、そのままなんか花道から出ていったような感じ私は記憶しているんですけど、いやこんなことをね、生徒のためにということでコンサートをした私にあんたが悪いと言われても、それって何のことでしょうとしか言いようがないんですけどね。まあでもその後本当にね先生方の中では私に対する反発っていうのが非常に強くなりまして、廊下ですれ違ったら私とですよ、はい、ぷいっと顔を背ける先生まで出てきましたからね。なんか挨拶しなかったの、生徒が挨拶しなかったけしからんって言っておきながら他の人に挨拶しないんですかね。いやまあこういったダブルスタンダードは、まあ、いつものことなんですけどね、まあ、そして今でもよく覚えているのが卒業式の前の、PTA の会議でうちのね総務部長が席をね立ってそこで発言したんですよ、はい、どんな発言をしたかというと卒業式をね前にして一つお願いがありますと。卒業式で、国歌斉唱の時に立たないでね、はい、腕組んでニヤニヤ笑ってる先生は、はい、見ていてみっともないので、はい、卒業式に参加しないかその時は外に出てくださいと言ったんですよ総務部長が、はい、女性ですけどね、するとこの PTA の会議に出席をしていた先生が教職員が立ち上がって胸に手を当ててですねこう言った、我々には我々の思想信条があるって胸張ったんですよ、そしたら自分はまた今度 PTA 会長ですから席をね、椅子から立ち上がって、そんなクソみたいな思想信条を卒業式に持ち込むなって言って自分怒ったんですよ一括して、するともう校長先生教頭先生が慌てて、会長ちゃんと後で言い聞かせますから、ちょっとここはもうお静かにお願いします、興奮しないでくださいっていうことで、すごいでしょうちの PTA。 いやーだからガツ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 やりましたよ。だから当時ねこの PTA っていうのは学校のいわゆる内での小槌、学校の財布みたいな存在だったんですよね、はい、学校がああ言えばはい、こう言えばはい、学校がお金を出せと言えばいくらでもやっぱお金を出すということでございまして、で当時ね私がPTA 会長を務めていたこの那覇西高校では何度ね、タカさん、はい、教職員当時50名近くいましたよ。多い時で年間1300万円、1300万円のいわゆる保護者から徴収した功労金が先生方のいわゆる残業手当として、まあ、言葉は悪いんですけどね、はい、山分けされていたと、はい、これがねもう十何年ずっと続いていたんですよね、はい、でその時にまあ私の方がこれはおかしいんじゃないかっていうことで問題視をした、でその時に、学校側と相当揉めましたけどね、はい、そしたらこれを私が問題視をしたら、これを当てにして私は車を買ってるのになくなったら困ると
私はこれを元にしてお家のローンを払ってるんですから、これをなくされては困りますと。いやいや、あなた方は県職員でしょと。残業してるんであればそれは県からもらうのが当然ではないですかと。そのお金別に生徒たちの別なことに使えるんじゃないですかということで、これも大喧嘩。そして私があの PTA 会長になる前の学校の、いろんなイベントバザーとか、はい、売上金何十万って上がるんですよ高さん、はい、これ私が PTA 会長になる前は学校側が全部管理して自分たちで使ってました。すごいでしょ、はい、PTA の人たちいっぱい働かせて上がった収益は学校のもんっていう感じ で、ある日私のところに教頭先生が来て、あの会長お願いがありますと。あのですね、学校舎のバスを運転するために先生に免許を取らせたいので、大型免許を取る免許費を PTA の方で出してくださいと。で、私は大型免許を持ってるのは別に先生じゃなくて保護者の中にもたくさんいますんで、あのわざわざ免許を取るよりは保護者に協力をお願いした方が良くないですかと。うちの学校にはね、あの自衛隊の方々も多くいますし、その中にはあの大型免許を持ってる人たくさんいますと、私の方で提案してもいいですよって言ったら、いや会長、学校舎はですね、学校の先生以外が運転したら保険が効かないんですと。で、自分は当時あの保険担当、はい、損害保険担当をやってたんで、いやいや教頭先生、そんな保険聞いたことありませんと。本当ですかったら、本当ですと。分かりました、じゃあ確かめますということで、あの保険を入れてる農協さんにわざわざ出向いてですね、保険証券出してもらって、はい、これって学校の先生限定の保険なんですかって言ったら、もう農協の担当が笑っちゃってですね、いやいやあのテドコンさん、そんな保険ってないですよとないですよとと言って、私はまた学校に戻って教頭先生と面談しまして、農協はそういうことを言っていませんと、誰が運転してもね保険は効くと言ってますけどおかしいんじゃないですかって言ったら、じゃあ会長は大型免許の取得費用を PTA で負担しないんですか。いや、やらないって言ってるわけじゃないんだけど、これね、学校の先生にだけやれば保護者の方がじゃあ大型免許取りたいって言ったら同じようにやらんといけませんよと。それってまず規約から作らないといけないと思いますけど、どうなんでしょうか、今まで規約なしでこういうふうにお金出してたんですかって言ったら、黙っちゃってですね、じゃあもういいですっていうことで終わったんですよ。すごいでしょ高さん。いや、これだけじゃないですよ、あのバザーとかで上がる売上金についてですね、これもあの今まで学校が全部、はい、お預かりをして学校側が使い道決めてたんですよね。で、これについても私はあのちょっと疑問があったんで学校側に質問をした。これはあの PTA が生徒のためにということでバザーとかをやってあげた売上なのに、これ今まで学校側が全部管理して全部使ってたんですかって言ったら、これなんか根拠があるんですかって言ったら、いや、これはですね、あの県の教育委員会からそのように言われてますのでと。と思って私すぐ県の教育委員会に電話しました。で、教育委員会の、担当者に電話を入れて、あの各県立高校でバザーをするときに、そのバザーで上がった売上金は必ず学校側管理しないといけないっていう、そういった通達を出したんですか、それの法的根拠を教えてくださいっていうことで聞いたらですね、いやいや、あのテドコン会長、そういったことを教育委員会はあの学校側に通達したことも、指示したこともございませんと。これを私また教頭先生に言いましたよ。教育委員会そう言ってるんですけど、教頭先生おかしくないですかって言ったら、物言わなくなっちゃってですね、はい。ですから今までなんて言うんですかね、この学校っていうのはあの先生方と、まあ PTA がその先生方と
仲のいい人ばっかりだと本当にもう中が全く見えないブラックボックスみたいになっちゃうんですよ。わざわざあのことをね荒立てる必要はない、あのそのまんま先生方と仲良くやっていこうっていう人たちがずっとやっぱり続けていくと、そこでやっぱり生まれるのが既得権益というものでございまして、まあ挙げればきりがないんですけど、当時そうですね、この PTA の効能金から学校の先生方には毎月5000円の通信料が払われていました。通信料、私これもねおかしいと思って追及しました。これってどういう根拠で出してるんですかって聞いたら、いや教職員は、生徒たちに直接連絡を取ったりするので、その手当として、充当する手当として出していますと。あれおかしいですねと。だって学校というのは電話あるでしょうと、電話があるのにわざわざまた5000円つけてるんですかって言ったら、いやこれもう前からそのようになっていますと。じゃあ私提案させていただきますけど、学校の先生のみならず、今日ここに集まってる PTA の役員の方々も、PTA のね仲間に、連絡を取ったりいろいろやっていますと。それは今までずっと放置してきたんですかって言ったら、黙ってるんですよ。じゃあ私会長として提案しますけど、学校の先生も我々も同じ PTA 会員ですと。ならば、このように生徒と連絡を取り合うっていうことで手当を出すんであれば、PTA 役員の方々はね、そういった PTA 会員の方々との連絡を取るために生徒以上に連絡を取り合っていますと。ですから来年度から、この PTA の役員の方々にも先生方と同じように、この5000円の、通信費を、ね、つけるようにしましょうと。って言ったら、もう誰も文句言わずに可決されまして、はい。でも翌年私 PTA の会長降りたんで、はい、一銭ももらわんで終わりましたけどね。はい、いやでも本当に学校というのは高さんすごいですよ。はい。でこの学校というのはもっとすごいことがありまして、まあ、これとある、親がね、お父さんが自衛官の家庭の女の子の話なんですけど、はい、この女の子が家でね泣いていたそうなんです。で帰ってきたお母さんが、なぜあなたこうして泣いてるのっていうふうに聞いたらですよ、皆さん、なんか学校で会ったのって言ったら、娘がぽつりぽつり話し始めたって言うんですよ。そしたらこの娘さんはですね、なんとそのお父さんが自衛官であり、そのお父さんの姿を見てやっぱり育ってきたと。そしてお父さんが自衛官であることに非常に誇りを持っていたと。で自分も、この高校2年生3年生になって、自分の進路は自衛官になりたいというふうに強く思ってたっていうんですよね。でそんな時に進路相談があってですね、この進路相談の先生と面談があったと。でその時に、何々さん、あなたも進路を自分で決めましたかって聞いたら、はい決めましたと。あなたはどこに行くの、どこを目指すのって聞かれたら、女の子ですよ、女の子、私は自衛官を目指したいと思いますってきっぱり言ったらしいんですよね。するとこの進路指導の先生、嫌な顔をしてですね、こう彼女に言い放ったそうです。あ、そう、じゃあね、もう私があなたに教えることは何もないから、あとはもう自分でやって、もうはい終わりって言って終わっちゃった。そのご放置プレイ、高さん、進路について、ええ、これどう思います？いやこれ職務放棄じゃないですか、もう先生の方のはもう職務放棄っていうか、職業差別っていうかね、いや本当にこのね、名和西高校、この自衛官のお父さん、お母さんが制服をつけて入学式とか
あと、卒業式に来るの当時拒否してましたからね、うん、来るなと、トラブルの元になるから来るなって言ってから、私もこれ相当大喧嘩しましたけど、こんな学校でしたよ。はい、まあ名西高校っていうのはすぐ近くに陸上自衛隊、航空自衛隊があるじゃないですか、はい、でその周辺っていうのはやっぱり自衛官の方々多いんですよね。ですから、保護者の中にも自衛官の方々多かったんですけど、やっぱり学校側とのトラブルをやはり避けて、あの制服で来る方はいなかったんですけど、どうなんですかね、タカさん、こういったのは制服で来るなと、おかしくないですか。まあ、なんて言うんですかね、もう 今はどうなんですかね、制服で来ることって許されるようになったんですかね。まあ、今はもう全然話聞こえてこないんですけどね、もし未だに続いてるんであれば、これこそ差別じゃないかと。そうです ね、教職員組合、まあ、公教祖さんとか沖教祖さん、よく差別だ屈辱だって騒いでますけど、自分たちだって自衛官差別してるじゃないかというふうに私思っちゃったりするんですけどね、いやでも自衛隊の方々って本当に一生懸命この沖縄でね頑張っていただいてますよね。そうですね、不発弾処理もやってますからね、はい、不発弾処理も一生懸命頑張ってもらってますしね、マスコミはもうほとんど報道しないんですけど、だいたい1日に、不発弾処理が 1,2 件、はい、そして緊急患者空輸が3日に1回ぐらい今あるんですよね、はい、ですからこれだけやっぱり復帰後沖縄の、ね、人たちの、生命とそれから財産を守るために命を懸けてこうして頑張ってる人たちを人殺しとかね、はい、このように制服つけて学校に来るなとか、こんなことを言うっていうのは、そういった人たちはね、口から差別だとかね、言う資格、高さないですよね。そうですね、もう使用禁止にしてほしいぐらいですね。はい、だから本当に私県の教育長とかになったらこういったとこ大なた入れますよ。はっきり言ってね、この沖縄の、教育委員会、私が PTA 会長してる頃に思い知ったのは、やはりこの県の教育委員会とかに入るにはですね、学校側とズブズブじゃないと入れないんですよ。なんて言うんですかね、天下りではなくて天上がりというんですか、各学校の PTA 会長がこの教育委員会に入ったりしますけど、はい、ちゃんとお手当ももらえますよ、高さん、はい、だけどそういった人たちはいわゆる学校側の言いなり、県のね、教育委員会の言いなり、もう本当に右向け右、いや右じゃないね、左向け左ですね、はい、白もね、はい、黒も全部赤にしか見えないような、そんな感じじゃないと教育委員になれないと。ですからこの教育委員会っていうのは、教育現場と独立していない。まず PTA、 そして教育委員会、そして学校、本来この3つが独立をして、やはり互いにいろいろ、はい、問題が起きた時に問題点をね、冷静に分析をして改善の要求したり、あと普段からチェックを入れたりして、互いにやっぱり切磋琢磨する、それがやっぱり教育の質を上げることだと思うんですけど、もう現実はもうズブズブですよ、高さん、みんなお腹まで固めてる。だから自分とか玄ちゃんとかのようにですね、その教育行政に対して厳しいことを言う人は絶対に中に入れない。だから私はね、自分が本当に例えば県の教育長とかだったら、まず真っ先に何をするかって言ったら、玄ちゃんのようなね、やはりまともな、PTA 会長連れてですよ、なんて言うんですかね、通告なしに県内の学校をね、電撃訪問して、メインブラックの格好をしてですね、はい。学校で今何か問題起きてないかとか、あといじめとか起きてないかとか、そういったのをね、直接校長に全部聴取して全部記録取ると。でこれ学校側に今日行きますよって絶対通告しない、もう監査と一緒で突然やっぱり行くと。
でそこでもしいじめとかもありません、何も問題起きてませんって言って1ヶ月後とか1週間後にいじめ問題とか発覚したら、お前その時嘘言ってたなっていうことで野中できるじゃないですか。はい、だからそんなこと今やってないんですよ。どっちかというともう不祥事を隠すようなことをやったりしてましたよ。特にこれは豊見城のね、小学校4年生の、自殺の件でも、もう市もね、教育委員会も、子供はこれはいじめではなくて自殺をしたんだって言って県教育庁に報告出してるぐらいですからね。いやーすっごいですよ高さん。だから高さんも将来そういった PTA の会員を資格をね持つ身になると思いますけど、そういった時には積極的にやはり PTA に参加していただいて、やはりこの PTA の内側から、その教育っていうのをやっぱり見つめる。今日ラジオをねご覧になっている方々も、もう学校に子どもたちを送ったらもうあとは学校にお任せしないで、その学校の中で何が起きているのか、どんなことがね今その問題になっているのかっていうことを知るためにも、やっぱり PTA 活動っていうのはどんどん参加してほしい。それと同じようにやはり、愛国活動とか保守活動っていうのも真剣にこのやっぱり国の未来を憂うから参加するんですよ。ね、自分のところに利益誘導、例えばもう沖縄をね心配してくれる方々の支援を自分だけに集めようとか、そんなねとんでもないことやっちゃやっぱり高さんいけないですよね。そうですね、もうこれ一歩間違えばもう横領になりますからね。はい、まあだからねこういったふうにいろいろ今あちらこちらで問題噴出してますけど、本当にねそのように、活動っていうのは何かとやっぱり楽しく、はい、楽しくねニコニコしてやっぱり参加してほしいなと思っております。さて、今夜1曲目かなり熱く教育語りましたけど、いやータカさんでも教育って結構闇でしょ。そうですね、一番根が深いところにありますよね。はい、でもね私何度も言ってますけど、憲法改正より最優先にすべきは教育改革だと思っています。はい、もうね沖縄の子どもたち学力低いどうのこうの言われていますけど、ね、私はこの沖縄の子どもたちをもっともっとやっぱり伸ばす秘策っていうのを持ってますんで、それをやっぱり先生方のねイデオロギーで潰しちゃいけないんですよ。本当に子どもたちの未来をね可能性を信じてる、伸ばしてあげたいと思ってるんだったらね、そんな労働組合の薄汚れたね反基地とか差別とか屈辱とかそんなもので生徒たちの目を摘んではいけないと思っております。さて本日最初のナンバーをお送りします。真夏なんでチューブのナンバーからシーズンインザサン。はい、思いっきり夏のナンバーからチューブのシーズンインザサンをお送りいたしました。さてここで皆さんにご報告でございます。本日、収録の日をねわざわざ私たちに尋ねて、はい、スタジオに来てくれた、まあ、私たちの熱心な応援団の方がいますけど、なんとその方からですね、タカさん、はい、テリヤキバーガーをもらったんですよね。私普段からテリヤキバーガー大好きだと、はい、別に宣伝するわけじゃないんですけど、テリヤキバーガーはモスのが一番美味しい、はい、チキンサンドは A&W のが一番おいしいと思っておる私でございますが、それを知っていたのか今日ボギーさんね退院してまだ体力つかないからこれ食べてねって置いてったのがこの照り焼きバーガーだったんですよ。もうあれは冷えてもおいしいですからね、ありがたくいただきたいと思います。それとわざわざ闇上がりの私のためにですね、手作りでこうして、はい、すごい手の込んだマスク、はい、すごい丁寧に作り込まれたマスクで、それも私の車の色にそっくりなんですよ、うん、はい、それをねわざわざ作ってくれて、ぜひともまだ病み上がりだから体調には気をつけてくださいねっていうことで置いてってくれたんですよね、はい、いや本当にこの
うむいっていうのは高さん嬉しいですよね。そうですね、はい。まあ、ちょっとお名前は申し上げられませんけど、今日こうしてね、私の会期祝い、くんちごはということで、照り焼きバーガーとマスクをね、持参していただいた我が、熱き戦友の方に、この放送でまた改めてお礼を申し上げさせていただきたいと思います。本当にありがとうございます。それと我々のファンはスタジオに来なくても見るんですよね、高さん、はい、早速メールの方。はい、オフィスさんからです。富士見のボギーさん、サブメインスペシャル MC のコギーさん、そして、メールを送るとまるで悪魔のリクエストを察知したかのように逃走する HK レフトキラー仮面のレオタード男さん、こんばんは。このメールは6月19日26時に怪しく書いている関東のオフィスです。梅雨が明けた沖縄、そこで HK さん、男なら夏なら男の冒険しませんか。海水パンツ一丁でたった3時間、ギャルのいるビーチで炎天下でタイルだけのコンテスト、本土では味わえない快感、快感怪しい感じ、いや怪しい男、まさに、男になりますよ。お、人中的実験、人中的実体験の成果をお待ちしております。私は数年前に初体験済みですって、本当かな。さて、某暴走超特急のブログ号、見るに耐えない、見るに忍びない、熾烈な言葉の羅列。決して人格否定も攻撃もするつもりはありませんが、しかしあそこまで内容がいくと、お言葉ですが、ちょっとこれ読め、何かの初期症状を疑ってしまいます。周りにストレスをばらまいても、当事者には、まるであることをストレスに周囲をばらまいていることも自覚はありません。私は医者ではないので診断することは無理ですが、過去の発言と整合性が取れない現在の現実と考えると、今一度正しい診療を受けられて、成年後継制度を通り利用された方がよろしいのではないかなと、余計なお世話ですが心配しております。万が一、丸々症だった場合、放置すれば加速度的に進行が早まると聞きます。早期に診察されて、健康であるかご確認された方が良いと思います。リクエストは玉城知事の、2020年5月25日午前、0時25分にツイッターで謎の墨をHK、リフトキラー仮面のレオタード男さんが玉城知事を成敗するアレンジでお願いします。あと墨の意味や解説も合わせてお願いします。却下は却下ですと書かれてますが、本人がいません。いないですよね。すいません。はい、はい、それからボギー中佐から、皆さんこんばんは、ボギー中佐です。ボギーテドコンさん、タカさん、そして2週連続体操の教育的指導から逃げ回っているという噂の HK さん、こんばんは。あ、まさかとは思いますが、 HK さん3週連続ではないですよね。はい、そのまさかでございます。まあ、成敗稼業に忙しくされているのではないかと思いますが、私はどっかのブログ主のように入院しているのを知りつつ、病人に対してあいつは怖くて逃げてるんだと、嘘つきだから逃げてるんだなんてみっともないことは言いませんが、あまり HK さんに欠席が続きますと少々危惧していることがあります。HK さん、あってとはぬるむい。HK さんの存在は、穴の開いた大きなジャムドーナツですから、そこにあると嬉しいが、なんか、ないと穴が開いたような、寂しくなる、穴が開いたように寂しくなる HK さんですので、それをさておき。聞くと言いますのは、HK さん不在のワンヌームに HK を出せという苦情が殺到して、ラジオ局の上の方から、テドコン君、また、何やら君、の番組で HK を出せという苦情が殺到しているんだが、なんとかしたまえと大佐が、局の人からお叱りを受けることがないよう、視聴者の皆様はくれぐれも HK 出せというクレームは入れちゃダメだぞ、ダメだぞ、絶対ダメだぞって、なんか入れてんの中佐が一番入れてるかな。と言いつつ、コギーさんが視聴者のふりをして入れたりしてて、入れません。まあ、ボギー大佐がネルフの起きて指令なら、局の上の方は、税理の委員会ですからね。ちょっと意味がわからないです。局の上の指導にはちゃんと改善しなければなりませんからね。というわけで HK さん、隠れないで出てください。それでは本題。本に HK さんがおられましたら、以下のリクエストをしますというふうに書かれておりますが、おられませんでしたら、責任取ってコギーさんが何の責任だと代わりに歌って、とは言いません。
歌詞の紹介のみでお願いしますと書かれておりますが、ちょっと時間の関係上はしょっちゃいましょうか。そうですね。はい、本人が言った時に歌ってもらいましょう。これは、はい、まあこれ予告なんですけど、はい、来週の放送には、はい、出てきますんでね。はい、もう買って本人いないと勝手に予告っていう。はい、一矢まとわぬ姿で出るわけじゃないと思いますけど、はい、出てきますんで、また期待をねしていただきたいなというふうに思っております。まあそれとね、聞くに耐えない、もう本当に、まあ、人格者として思えないような言葉を吐き散らかしているなんか、はい、方がいるようなんですけどね。まあそうですね、ちょっと寂しいな、本当に。まああちらからこちらに思想が転向してきた人っていうのはよく知ってるんですけど、はい、こちら側から向こうに転がった、それも御年で転がったらもう引き返しようがないですね。もうそうですね、晩節怪我しちゃいますね。はい、はい、もうね、左翼ブログ云々ともうつるんでるようじゃもうアウトですね。そうですね、はい、まあ二度と私もね絡むこともないと思いますし、番組に出すこともないと思いますし、まあ自分から飛び出てってね。そうですね、うん、自分から出てっちゃいましたね。出てって、そのね放送局になんで俺のことを紹介しないんだってぶつくさ言うなんて、これも完全におかしいですね。なんか、はい、売れない漫才芸人のネタみたいですね。はい、という感じでね、まあ、誰のことか分かんないんですけど、まあじいさんのことなんですけどね。はい、ということで今日も思いっきりいろいろ教育についてお話をさせていただきました。来週はですね、HK さん含めて3名でまた賑やかにお送りしたいと思います。はい、ということで、本日6月25日のワンヌウムイ、これにて終了させていただきます。皆様最後までご視聴誠にありがとうございました。ありがとうございました。